神様はただ天地創造主の神様としてあなたに現れたいのではなく、良いお父さん、完璧な父親として現れたいと思っておられます。もしかしたらあなたも主人公マリオのように、お父さんはいるけれどあまり一緒に時間を過ごしてくれなかった、そういう環境で育ったかもしれません。家に親がいたのに良い模範を見せてくれなかったり、もしくは親がいないで育ったり、私のように幸せな親から生まれたとしても親が離婚してお父さんが家に不在で育ったり、これが今の世代の人たちの現実ですね。親がまだ交際中に望まない妊娠をしてしまって、そのまま結婚せずに別れたりなど、でも君がそれを体験したからって必ず君の将来が不幸になる、同じことをまた繰り返しやってしまうとは決して限らない。君も神様の素晴らしい奇跡を受け取れることをお伝えしたいです。この映画のストーリーを書くのにインスピレーションを与えた私の実体験をお話ししたいと思います。私が8歳、姉が9歳、妹が5歳、そして弟が2歳の時に、お母さんは結婚10年目でお父さんとのすれ違いなどの問題で子供4人を連れて家を出ました。私はすごく悲しかったです。お父さんが大好きだったのに、もうお父さんがそばにいないということで、とても寂しい思いをしました。私たちはサンパウロに引っ越して、私のお母さん側のおじいちゃん、おばあちゃん、おじさんたちと一緒に住むことになりました。そこで私は育ちました。お母さんは朝から夜までずっと仕事でいなくて、お父さんは年に数回長期の休みの期間で40日間ぐらいしか一緒に過ごすことができませんでした。でもそのお父さんとの過ごせる40日間は私にとって大きな慰めでした。良い思い出がたくさんあります。お父さんは家族を失った現実が受け入れられなかったようで、お別れの時はいつも号泣しながら子供たちを送り出していました。大きくなっていくにつれて、私は友達や周りの人たちがちゃんとした構成の家族がいることに気づき、とても羨ましくて、自分も将来は家族を持ちたいという願いを持ち始めました。その願いは私の生きる目的となり、自分の職業や勉強よりもはるかに勝っていました。そして18歳の時に実家を離れて一人で出稼ぎに日本に来ました。その後19歳の時に今の夫と出会いました。2年付き合ってからブラジルに帰り、そこで初めて伝道されイエス様と出会いました。イエス様を知ってから人生が変わりました。8ヶ月後に夫と一緒に洗礼を受けて結婚しました。私の信仰が成長し、神様を父親として知っていくにつれて、自分のトラウマや心の傷が癒されていき、心にあった寂しいという穴が神様の愛で埋められていきました。私の兄弟たちは自分よりも先に救われていて、私の両親は私の後に救われていきました。それと同時にお母さんに結婚の回復を願うという強い思いが与えられていたのです。その思いは決してお母さんからのものではなく、神様からのものだと思います。なぜならお母さんはお父さんに対して大きな憎しみを抱いていたからです。その後2004年に私は夫とお腹にいる長女と3人で日本に戻りましたが、今回は出稼ぎのためではなく宣教師として来ました。そして日本でも兄弟たちや牧師先生たちと共に両親の結婚の回復のために祈り続けました。数年後お母さんは信仰によって決断したのです。お父さんに手紙を送り、もう一度あなたと結婚したいですと。お父さんもそれをとても喜び受け入れ、家族が回復するんだとすぐに結婚指輪を持って日本に飛んできました。当時は驚くことに、私も兄弟たちも家族全員が日本に住んでいました。そしてついに24年間の離婚期間を終えて、私の両親は再婚しました。ただ神様の栄光のためにです。
私たち家族がその瞬間を共に体験したことは奇跡としか言えません。神様には不可能はない。神様は私たち兄弟、そしてお父さんの祈りを聞いてくださいました。お父さんは63歳で急死する前に再婚期間を1年とても幸せに過ごしました。両親が再婚したのは父が天に召されるなんと1年前だったのです。彼らの決心が1年でも遅かったならこの奇跡は実現しなかったかもしれません。神様の時を心から崇めます。私たちはとても傷ついていたのですが、母は父を許し、私も両親を許しました。イエス様が私たちを許してくださったからです。そして現在、私は中高生時代の夢を生きています。神様は私の想像よりもはるかに良い家族を与えてくださいました。私たちは完璧ではありませんが、とても祝福されています。神様の大きな恵みと好意が注がれていることを確信します。私の子供たちも良いお父さんを持って育っていること、神の言葉の真実を聞いて成長できていることを神様にとても感謝しています。神様はあなたにも必ず新しいストーリーを与えてくださいます。あなたに悪いことをする人たちを許し、神様を心から求めてください。神様はあなたをいつでも抱き寄せる準備ができています。神様の臨在であなたの寂しさは満たされ、癒しを受け取り、生きるための目的を受け取るでしょう。そしてその中できっと神様を良い父親として知ることができるでしょう。神様の祝福がありますように。